時間や社会にとらわれず幸福に心を満たすとき、つかの間彼は自分勝手になり自由になる。誰にも邪魔されず気を使わずに音楽を聴く孤高の行為、この行為こそが現代人に平等に与えられた最高の癒しなのである。No.
チャンネル登録お願いします。